こんにちは、あなたの理想不動産です。本日のルームツアーは、絶品居酒屋が満載、サラリーマンの聖地、新橋。駅前にある SL 広場は、イベントが行われていることが多く、中でも、この場所といえば、10月からの一斉値上げ、どう思いますか？〇〇さんが、さっき、電撃結婚しました。などといった街頭インタビューが行われる場所としても有名で、ターゲットは、程よい気分で、勢いで、何でも話してくれる、サラリーマン。私も気をつけないと。もし、職場の不満を聞かれたら、間違いなく、安畜症のマシンガントークとなり、そのまま朝を迎えてしまいそう。ここで、新橋駅の路線情報を整理しておきましょう。JR 東海道本線、山手線、京浜東北線、横須賀線、東京メトロ銀座線、都営浅草線、ゆりかもめの7路線が使えるんです。これは便利ですね。資料によると、今回の物件は、商業施設の中にある賃貸物件。駅1分のニュー新橋ビルの中にあるみたいなんです。昭和感漂う商業施設の中にある賃貸物件。築50年の商業ビルには、カレーや蕎麦、カツ丼など、コスパがいい飲食店が多く入っています。この界隈で働くサラリーマンであれば、一度はお世話になったことがあるのでは。商業フロアは、地下1階から地上4階まで、およそ300店舗。飲食店以外にも、占いから、チケットショップ、医療施設に、ATM、郵便局まで、何でも、このビルに揃っているんです。そんな、お店を通り抜けた先、ビルの中央部分にあるのが、エレベーター。ここから、住居フロアに、上がるというんです。来た道を、振り返ると、当たり前ですが、お店が、これは、斬新だ。今回ルームツアーするのは、10階の、ワンルーム。こちらのフロアですね。10階、11階が、住居になっているらしいです。私も、このビルで、ランチを食べたことがありますが、住居が入っているとは、思いもしませんでした。お、こちらみたいですね。それではいよいよ行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。商業フロアの感じからして、年季が入っている部屋を想像しましたが、改装されていて、綺麗ですね。ふむふむ、資料によると、この部屋には、普通あるはずの、あるものがないとのこと。あるものとは、一体？皆さんも、何がないのか。チェックしながら見ていただければと思います。振り返って玄関を見てみましょう。鍵は一つ、チェーンがかけられるようになっています。防犯に優れた新しいタイプではないため、ここは入居したら考えるポイントかもしれません。玄関のすぐ横には靴入れ、奥行きがあるため手前には傘立てを置いたり、コードレス掃除機を置いたりすることができそうです。玄関から一歩入ったところの右手の扉は、水回り。洗面台だけですっきりとしていますが、実はこれ、左の壁にある板を下ろせば、あっという間にテーブルに早変わりするんです。ただ、どのように使えばいいのかは、わかりません。さらに謎なのは、このテーブルの周りにある、3つのコンセント。果たしてこれは？この折りたたみテーブルの、使い方が、わかったら、ぜひ教えてください。洗面所の、収納をチェックすると、上に2つと、洗面台の下に、1つついています。洗面台の右の壁に、給湯器のスイッチ。
いろいろと、洗面台の周りを見ましたが、何か足りないような気が。なんだかわからないので、とりあえず、先に進みましょう。手前の扉は、おーおーおー、自動で、蓋が開く、トイレ。かっこいい。右の壁に、タオル掛け、さらに、手洗いキャビネットと、トイレットペーパーホルダーがあります。温水洗浄便座も、完備していますね。トイレ周りの収納は、便器の上に、一つあります。トイレの左にある、スペースは、シャワールーム。水圧が高そうな、ステンレス製のシャワーヘッド。その上には、来ました、オーバーヘッドシャワー。表面積が大きいため、シャワーだけでも、全身を温めることができ、リラックス効果もある、優れものです。シャワールームの、手前には、リネン収納棚が、ついているので、タオルなどはこちらにしまえそうです。一度、廊下に戻って、今度は、奥の扉を、チェックしましょう。お引越しはあなたの理想不動産で。こちらが、メインの部屋。敷地面積がおよそ30平米なので、10畳を超える広さになります。フローリングではなく、絨毯が敷き詰められているんですね。手前の壁には、モニター付きインターホン、照明スイッチ、そして、この位置にコンセントの差し込み口があります。さらに、下にも、ネットとコンセントの差し込み口。右手の床にも、一箇所。中央に一箇所。奥に一箇所と、三箇所にコンセントがついています。窓を背に、反対側を見ると、テレビアンテナや、コンセントの差し込み口。部屋の中央にも、二箇所のコンセントが、ついています。天井には、埋め込み型の、エアコン。こちらのくぼみには、冷蔵庫などを、置く感じでしょうか？は、ちょっと待て。この部屋に、足りないもの。キッチンだ。実は、この部屋、住居と事務所、両方で、貸し出しているため、キッチンは置いてないんです。そういえば、先ほど水回りで、感じた違和感、洗濯機置き場が、なかったんですね。最後に、ベランダを見てみましょう。窓は、駅そばのため、二重窓になっており、騒音対策は万全。こちらから、港区エリアの高層ビル群を拝むことができるんです。こちらで今回のルームツアーは終了です。新橋駅、徒歩1分の商業施設の中にある賃貸物件。この部屋に住んでみてはいかがでしょうか？この部屋の間取りはこちら。サラリーマンのオアシス的存在のこのビルのように、かゆいところに手が届くラインナップを揃えていきますので、チャンネルを応援してもいいよという方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルで紹介しきれない有料物件も多数ございます。新着物件もどんどん更新されますので、物件好きの方、引っ越しを検討の方は、概要欄からあなたの理想不動産公式 LINE を追加してお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画でお会いしましょう。